ありがとう。うちの誕生日、あなたにお祝いしてもらえるなんて嬉しいな。今日はうちの誕生日な。無事に誕生日を迎えられたことを神様に感謝しないとね。まだ発展途上といったところや。カードが、カードがうちにそう告げるんや。気になる？のぞみ、うちは帰ろうかな。乾杯からのスタートか。元気にニコニコニーの矢沢ニコです。好きな。ごめん、そういうのいらないわ。ええよ、どうしても嫌なら無理にインタビューしなくても。じゃあ次の問題の答えは、ニコニコニー。やめて、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 やめて。ふざけたらわしはしまっすやよ。ではここにこれを代入して。して、それでこうだから、ニコわかんないよ。お仕置きやね。いやまあ誰でもいいや、どうせみんな一緒にお仕置きやから。うそ、ほのかちんはなかなかやね。ゆうたのぞみ先輩かまけんじゃないかにゃ。ショックが強すぎたかな。どうするつもり？決まってるでしょ。学校を存続させようっていうのも生徒会長としての義務感やろ。だから理事長はエリチのことを認めなかったんと違う。エリチの本当にやりたいことは？エリさん、これで8人。いや、9人だ。うちを入れて。のぞみ先輩も？占いで出てたんや。このグループは9人になった時、未来が開けるって。だからつけたん。9人の歌の女神、ミューズって。見つけた？これ以上逃げたらそのふくよかな胸をわしわしするよ。ごめんなさい。やめてください、のぞみ先輩。ん？のぞみ！誰が怖いのよ。いいからさっさと寝るわよ。マキちゃん何するの？え、何言ってるの？いくらうるさいからってそんなことしちゃダメよ。投げ返さないの？あなたね。違うわよ。あれはのぞみが。うちは何にも知らないけどね。あんたね。えいっ！って何するの、のぞみ。自然に呼べるようになったやん。名前。え、確かにミューズを作ったのはほのかちゃんたちだけど、うちもずっと見てきた。何かあるごとにアドバイスもしてきたつもり。それだけ思い入れがある。ちょっと話しすぎちゃったかも。みんなには秘密ね。カードによれば、ほのかちゃん生徒会長として相当苦労するみたいよ。気持ちいいね。やっぱり山はスピリチュアルパワー全開や。私としてはやっぱりニコニーニコちゃんに曲をつけて。なんて9人で話してたらいつまで経っても決まらないよ。今日はこんなんばっかりじゃん。ファイトが足りんよ。山で一番大切なんは何か知ってる？チャレンジする勇気やない、諦める勇気。わかるやろ？うわさあ、おとなしく訳を聞かせて。
こっち。ふざけててええんかな。スピリチュアル東洋の魔女、東條のぞみ。みんな仲良くしてあげてね。転校ばかりで友達はいなかった。バレないの。たまにはこういうこともないとね。もうニコッチ、おはよ。なんであんたたちが来るのよ。のぞみがね、三人で行きたいって。なんで。うちやないよ、ガードがね。一度くらい三人で行かないと後悔が残るかもしれないって。何よそれ。ああ、みんな泣いてる場合？目うるうるしとるよ。私は泣いてない。のぞみこそ。もういたいた、のぞみちゃん。あら、明けましておめでとう。おめでとう。忙しそうだね。毎年いつもこんな感じよ。でも今年はお手伝いさんがいるから。とりゃー、発見やろ。最初に9人で歌った時もこんな青空だった。そう思ってたんやろ。ええ、うちもや。旅立ちには最高のカードやね。これって何勝手に見てるのよ。あ、ごめん。中、見たの？うん。マキちゃん、もしかして。いいの。私が勝手にやってるだけだから、気にしないで。Yes! We are school idols! We are called Muse! Well, I hope you have a fun time around here! Enjoy your stay! Bye! 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 See you! せっかく来たんだから、いろんなところ見て。だって。ふん！お二人さん、帰ってからも元気やね。元気じゃないわよ。そういえばマキちゃん、ん？曲はできた？ん？だからあれは関係ないって。うちはいい曲やと思うよ。だから違うって。